2018年7月スイスの旅、7月22日ドイツローテンブルク初日予告編です。本編は近日公開。ドイツの数ある観光地の中、人気随一の観光地です。3連泊の宿、アクゼントホテル。ローテンブルクの起源は西暦970年頃。ローテンブルク博がタウバー川を望む丘の上、オプデアタウバーに城を建て、地名の由来となる。1350年には徴税権と関税権を認められ、帝国自由都市となり繁栄を極めた。町は栄枯盛衰を繰り返し、1645年にフランス軍に占領された。1650年に最後の兵士が町を去ると、町には財産も権力もなくなった。そのため町は17世紀のままの状態で発展は停滞した。時は流れ、町の発展が停滞したがために、ローテンブルクはドイツ人の心に宿る古き良きふるさとの町の姿をとどめる町になりました。そんな町に悲劇が起こります。第二次世界大戦の終戦直前の1945年3月、16機のアメリカ空軍機の爆撃を受けたのです。旧市街東部の 40% が損傷または破壊されました。しかし損害は旧市街でも新しい地域であったため、重要な記念建造物は被害を免れました。戦後、全世界から再建のための寄付が寄せられ、町は旧態に忠実に再建されました。フレーンラインは泉の前の小さな広場を意味します。木組みの家と手前の泉、そしてその両脇にそびえる塔は世界的に知られた撮影スポットです。